皆さんは福井県発の芥川賞作家をご存知ですか？ふるさと文学シリーズ第3回は小説家多田雄敬についてご紹介します。多田雄敬は小説長江デルタで福井県で初めて芥川賞を受賞した小説家です。また俳句文学誌レモンを創刊、現代の美や生活感覚を表現し俳句の世界に新しい風を吹き込むなど優れた俳人でもありました。1912年、現在の福井市宝永に生まれ、後に藤島高校となる県立福井中学校を卒業、早稲田大学に入学すると小説家の横光利一に小説を学んだり、卒業後に同人雑誌を発行するなど文学の道を歩みます。第二次世界大戦の最中に中国の上海に渡ると、激動の時代を生きる人々の苦悩を小説長江デルタで見事に表現し、29歳の若さで芥川賞を受賞しました。戦後間もなく三好達治や水上勉など多くの有名作家が参加した文化雑誌北陸生活を刊行、また県内の文化団体の連携を図ろうと福井県文化団体協議会の結成にも尽力しました。福井震災で家を失い故郷を離れた後も福井出身の作家たちと福井文人の会を結成したり、母校の宝永小学校をはじめ県内の7つの学校の校歌を手掛けるなど福井とつながりを持ち続けました。堺町の沿線寺には雄敬のお墓があります。多田雄敬の作品では故郷である福井が何度も描かれています。雄敬に詳しい渡辺喜一郎さんにお話を伺いました。多田雄敬の作品は人の心理や行動を人間臭く描いているのが特徴です。代表作荒野のひばりは多田自身の一市民の視点で第二次世界大戦の空襲と福井地震という二度の大きな災難に遭遇した福井市民の苦悩や苦闘、そして希望を描いています。特に福井地震での自分と家族周辺の様子をリアルに描き、たくましく生きようとする赤裸々な人間像を描いた記録文学的作品と言えます。幼年絵はがきは望郷四部作と呼ばれた一連の作品の最初の作品です。主人公の幼なじみたちが一つの夢を成し遂げていく様子を、現在敗戦前後幼年期の3つの時間軸を行き交いながら描いています。作中にはそれぞれの時代の福井の風景がふんだんに描かれています。特に結末は感動的ですよ。戦争の混乱の中で故郷である福井を思い続けた作家なんですね。来月には代表作荒野のひばりの朗読会を県立図書館で開催します。ぜひご参加ください。